どうも影山です、えー。今日はですね、自分が動かされている感覚になるということについてお話ししたいと思います。えー、最近ね、よくこうちょっとこう思うことというか、こう何かにこう導かれていっているこうのかなということを感じることがありますね。そのまあ、インスピレーションというかですね、なんかこう思いつきと。 いうかそういうものね、えー、まあ感覚的なもんですねちょっとこう思いつくことがあったりするとですねそちらの方にちょっと動いてみるということをこうしているんですねほんで、えー、休日とかなんかが結構ねこ,うこの2週間ぐらいは2週間前ぐらいからの休みからは結構ねその結構激,激しいというかその。 結構な活動量やと思うんですね休みゆっくりしてるというよりも全然動いてる感じでですねその何かそこの場所に呼ばれてるかのようなねもちろん自分の意思で言ってるんですけども何かそこに呼ばれてですねそこへ、えー、導かれていってる何かに動かされて自分が行動しているような、えー、感覚になると。 いうことがありますで、えー、そうですね前も、えー、立東の歴史民族博物館に行ったりですね、えー、前の週で言うと、えー、アグリパーク竜王というそのね道の駅ですねそこまで行ったりとかですねそういうなんかこうまあ自分で自分の意思でこう決めてはいるんですけどもその。 決めてはいるんですけどもそっちへ向かうための自分がそこの目にする情報であったりっていうのがこう、えー、導かれていってそういうのが自分の役割としてそのやることであるのかなともちろん楽しみながらというか、まあ、まあ,ある程度面白いと思いながらやってはいるんですけども本当に100%自分の意思だけでそこへこう動かされていってるのかなと。 そのこの辺は自分の感覚であるんでですね、えー、何もそういうのを感じない人ももちろんいますしそんな自分が勝手に思ってるだけやろうと言われたらそれ,それまでなんですけどもなんかねそのう,ーんなんかうん何かわからないですけども何かのこう自分の道があってですねそちらへこう向かっていってる。 で自分でこう,こういうことをしたい、えー、大まかにいろんなこう、えー、目標とか目的とかね、えー、そういうものに向かって今こう、えー、いろいろ活動してるんですけどもそのなんていうんですかねそのうん自分のこう幅幅というかそういうものをこう広げてくれるための、ねえー、ものが目の前に用意されてですね 用意されてそれを僕はそれを見てえま選択しながらですねそのえそれをこうこなしていくえ遂行していくということになってるんかなというふうに感じますね。ほんでそれをやることがこうえに苦痛という苦痛な感じっていうのは全くないんですね。その面白,面白そうやったりそのなんかこう興味をこう注がれたりですねえそういうふうなこう 気持ちになってやっててやるとだからそれはどん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 自分の中で拍車がかかってですねどんどんやっていこうというふうにこう動いていってるというところでねなんかこう、うんまあ、自分自分っていうものが何やっていうのもありますよねその自分自身っていうもの、えー、これは

自分というものをこう表現できるというかそのいろんな動きができる状態だから体も心もあのよく言われることなんですけどその借り物であるというところでですねそれをこう自分の体心を上手に使ってですねその,、えー、その体や心をこう喜ばすように自分を動かしていってですね ほんでえー、その自分がこうエネルギー体と考えるとですねそのエネルギー体というのはより良いものとより高いものよりこう大きいものとしてこうえ存在していってです、ね、存在するようにこう高めていってですねで、あのー、次の世代にバトンタッチすると。だからそののエネルギー体がこうこう世の中にこう何 何かのこう影響をこう与えることができるとでその影響を与えるのは良い影響というかそういうものをこう与えていくとでそれを繰り返していってそれで命尽きてこう死んでいくということでそれをこうしていく。 でそれをただ単にそういうことだけを目標に動くんではないんですよねほんで、えー、心,心や体をこう喜ばすというかですねそういうことをしながらその良いエネルギーを作っていってで高めていってそれをこう人と例えば人が僕とこう会うとそのエネルギーをこう与えることによってですね相手がまたこう高められたりとかね こうまあうしい気持ちになったりとかねそういうことをこう繰り返していくことによってこう良くなっていくというかそ,のそれがこう広がっていくというかねそういう形というかねそういうものをこうやっていくということなんでしょうねそのまあ生きるというかそういうことはその難しいこう話にはなってくるとは思いますけども。 うん、でまあまあその中でこうやっていく中でですねその僕がこう目にするものいろんな情報他のこと人人との出会いでも何でもそうですけどもそれがこう良くなるようにこう導かれていってこうあの自分がそれをこ,うこなしていく遂行していくっていう流れかなというふうな感じをこう。 大まかですよなんとなくそうなんかなって思ってるしっかりした確信があって言ってるわけではないですけどもそういうところがまあ,あるのかなと思ったりはしてます。ということで今日はですねえー、っとな何かこう何かにこう導かれてですねこう動かされる何かに動かされてるような感覚になるということですねそういうことについてお話しさせていただきました。では今日も